一体何しやがった。静かにしてくれ。そんなに大騒ぎするとこいつも同じ目に合わせるよ。話せ、話してくれ。やめろ。そいつは話して、その変な武器も捨てろ。これのことか。なかなかいいデザインだと思っているんだけどね。この尖っている部分なんて芸術的だと思うけどな。てめえ、いいから捨てろって言ってんだろうが。そうはいかないよ。僕にはやらなければならないとても重要なことがあるんだ。さあ、健康そうな君も喜んで協力してくれるよな。やめろ、やめてくれ。くそ、何が起きてんだよ一体。キリトか。こいつ変な武器を持っていやがる。ああ、あの武器の攻撃が当たると理屈は分からねえが、いやおうなしにどっかに転送されちまうみてえなんだ。おや、黒の剣士様ではないですか。そんなに血相を変えていかがいたしました。じゃあどうするっていうのかな。僕に勝利できるとでも思っているのか。あれは何か卑怯な手でも使ったんだろう。僕のステータスをもってしても勝てなかったなんて、何かを仕込んだとしか思えない。だが今度はそんな手は使わせないよ。圧倒的なステータスの前に君は打ちひしがれるんだ。やるのかよキリト。さあ、今度こそ本当の勝負だ。ステータスによる絶対的な強さを思い知らせてあげよう。肝心な時にうまく動作しないなんて使えないな。この